ちょうどいいところに。あれ、渋谷どうしたの？ずいぶん大きな荷物抱えて。って、どうしたのじゃねえよ。お前さ、大賢者の肩書き利用して、純真な子供を騙すのやめろって、マジで。え？騙すなんて人聞き悪いな。一体何の話だよ。グレタだよ、グレタ。お前、うちの可愛い天使ちゃんに変なこと吹き込んだだろ。グレタがどうしたって？びっくりした。いたのかよ、ボールフラム。ちなみに、俺もいます。何か揉め事ですか？さあ、僕が一方的に渋谷に絡まれてるだけかな。ちげえよ。聞いてくれよ。村田と来たら、グレタにさ、単語の節句はアルゼンチンのお祭りだ、なんて嘘を教えたんだよ。単語？そう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 。おかげで、ユーリ、アルゼンチンの子供なの？って聞かれちゃったじゃないかよ。はい、ウェラ、今日そこ笑うとこじゃないから。でもそれ僕じゃないよ。え、違う？え？じゃあ誰が？まさかコンラッド？あ、いえ、俺も身に覚えは全く。だよな。でも、地球の単語の節句を知ってそうなメンバーは、こっちの世界じゃ限られてくるし。なんだ、その単語というのは。地球の暦で5月5日のことだよ、ホンビーレフェルト教。別名、子供の人も言うね。ちまき食べながら、家の柱で身長を測定したりするんだ。待て、村田。その説明はなんかおかしいぞ。ええー、そんな計測イベントがあるなんて、初耳ですね。コナンとも待ってくれ。村田の説明を鵜呑みにするな。で、その単語とやらと、今ユーリが持ってきた大荷物とは何か関係があるのか？え？あ、これ？これはさ、じゃーん！鯉のぼりと、さすがに五月人形は無理だったから、代わりに、新日で作った折り紙兜！へぇー、よくできてるじゃない。グレタに単語の節句のことを教えようと思ってさ。陛下のお手製ですか？素晴らしいな。へへーん。これが鯉のぼり。まるで脱皮した魚人姫のようだな。なあ、コンラート。どうして俺に聞くんだ？だって詳しいだろ、そっち方面。え？詳しいんだ。ところで渋谷、グレタちゃんに変な知識を吹き込んだ真犯人だけど、もしかするとアニシナさんかもしれないよ。え？それはありそうですね。彼女は今地球の言葉の収集に熱心なようだから。先日俺も裸エプロンに込められた男のロマンについてアニシナにレクチャーしてきたところです。そんな爽やかに裸エプロン言われても。ああ、まあ真犯人はアニシナさんか。それじゃグレタが信じちゃっても仕方ないかな。え？で、コンラッド、ちょっと目を離した隙にあんたの弟さんはなんで鯉のぼりの中入ってんの？さあ、この子のことは最近俺にもちょっと。鯉に食われたい気分なのかな。カープだけに、カプッと？お、うまいね。うまくねえ。あのね、いくら可愛いからって、鯉のぼりに飲まれてるのを放っておいちゃダメだろ。おい、バルハラム。なんだ？お前、怖いもの知らずだな。単語の節句関連商品には、恐ろしい呪いがかけられていると知ってんの、ローゼキか？ローゼキってなんだ？夏目か！そら、漱石よく知ってんな。じゃなくて、五月人形や鯉のぼりをいつまでも片付けずに出したままにしておくと、今期を逃すって話だぞ。え？渋谷、それひな祭りかと言って、押し入れの奥にしまったきり、毎年飾らずにいると、一生結婚できないって言うぞ。何？だから渋谷、それはひな人形。片付ける！今すぐ鯉のぼりを片付けるぞ！手伝いユリ！おーっとっと、ボルフ。そんなに慌てなくても、十分今期遅れてるから大丈夫だよ。だってお前、もう82歳じゃん。何を言う？魔族的には適齢期だ。ああ、そっか。ああ、尻尾踏んでる尻尾。ああ。片付け手伝おうか、ホンビーレフェルト教。頼む！悪いがそっちの橋を持ってくれ。はいはい。コンラッド、あんたの弟さんって結婚願望強かったんだね。俺も初めて知りましたよ。そういうところは母親になんでしょうね。で、陛下は手伝わないんですか、片付け。うちの弟の婚期が遅れるということは、ひょっとすると陛下の将来にも甚大な影響が。いやいやいや、ないないないですから。まったく、なんだよその顔。ニヤニヤしてんのよな。そういうコンラッドこそ手伝ってあげないわけ？可愛い末っ子の明るい未来のためにさ。やめておきます。俺自身は結婚という形式にこだわらない主義だから。それに、俺とグエンダルが手伝ったら、
結果として単語三兄弟。おーい山田くん、上田卿の座布団と畳根こそぎ剥ぎ取っちゃって。